あー美味しかったということで、続いてはこのお店、三条大橋の近くにあるグリルドレブンです。店内は植物がいっぱいで森のような癒しの空間です。さて、グリルドレブンのおすすめあったかグルメは。いらっしゃいませ、はい、失礼します、はい、当店2番のあったかいあの豆腐シチューです。どうぞ。はい、ありがとうございます。豆腐シチューですって、聞いたことのないメニューです。グツグツのデミグラスソースの香りがたまりません。いただきます。うーん、おいしいですね。熱々で。それ今食べたのは豆腐ですか。そうです、うん、ちょっとこだわってて山科から買ってきます。うーん、他には具材って何が入ってるんですか。組み揚げ湯葉とで引き揚げ湯葉、はい、であとはあの上にかかっているのが京都の金ごまのいったのと、はい、で九条ネギ、でこちらにあるのがお揚げさんの焼いたのです。へー、すごい。じゃあ豆腐尽くしなんですね。そうですね、あの豆尽くしで、はい、豆腐シチューってすごい珍しいんですけども、はい、あの考えたんですか、思いついたんですか。思いついたのはあのコックさん、お父さんが。あ、そうなんですね。お父さんは北海道レブンタ生まれのコックさん。京都らしいシチューを作ろうと考えた時に豆腐が思い浮かんだそうです。豆腐の他にも最近はちょっとお野菜もできるだけこう地元のものを使って、あの おじゃがも、はい、人参も、はい、その素材をできるだけ損なわないように。うん、そうですね、しっかり素材の味がしますもんね。そうですね、デミグラスソースとかも結構こだわってたりするんですか。そうですね、あのちょっと隠し味にフルーツを使ったりとかして作っております。九条ネギなんかすごく体温まりますので、しっかり食べてください。はい、ありがとうございます、はい。